このラーメン屋が最近気になっております。東京の祐天寺にあるラーメンブレイクビーツさんというお店なんですけれども、写真を見るにすごいラーメンがおしゃれで美味しそうな感じがしますね。気になってます。あとここの店主の方が DJ をやられてるみたいで、調べたら結構 DJ 上手くてですね、それもまたなんか気になるなというところでですね、このラーメン屋気になってます。もしこのラーメン屋行ったことあるって人いたらぜひコメントいただけると嬉しいです。今回のタイトルなんですけれども、デイイベントに潜む罠という形でお送りしていきたいと思います。いつもこのチャンネルの動画をご覧いただいている方、本当にありがとうございます。コメントだったりメッセージだったり本当嬉しいです。特にやっぱコメント、動画にコメントとかしていただけるとめちゃくちゃ励みになりますし嬉しいですね。あとやっぱメッセージとかシェアとかもそうなんですけど、まあ何でも嬉しいですね。とりあえず本当にこういろいろ応援してくれてる方ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、じゃあ早速行きたいと思うんですけれども、まあ、今回あのデイイベントの罠というタイトルなんですが、まあタイトルから分かる通りめちゃくちゃくだらない内容でお送りしていきます。あの基本的に真面目なことは僕何も言いませんので、くだらないことやって、まあ、分かってくれる人一人でもいたらいいかなぐらいなテンションでやらせてもらってます。はい、ということでめっちゃでおもない内容でお送りしていきたいと思います。で、皆さんあのクラブとかって行かれますでしょうか。クラブは僕も最近は行ってないですけれども、昔は結構行ってましたね。最近また復活して営業してるところとかもまた増えてきてですね、世の中情勢的に大変ですけれども、まあ遊ぶところはまた増えてきて嬉しいことですね。まあクラブっていうとやっぱり音好きだったら誰しもが行くような場所だと思うし、東京だったらハーレムだったり、今もないですけどブエノスですね、別なクラブに変わっちゃってますけれども、まあこういったところメジャーなところもあったり、小箱だったり中箱だったり大箱だったりいろいろあるんですけれども、音好きだったらまあいい音楽聴いて楽しんで朝まで遊んでって感じでしょうか。ということでクラブにはいい音を求め夜な夜なヘッズたちが集う、まあ、そんな場所でしょうということですね。でクラブ行くともう基本的にはだいたい終電から始発っていうところがベータというかベーシックな感じなんですかね。基本はもうみんな1時ぐらいから合流して、まあ朝の4時5時ぐらいまで遊んで始発で帰るみたいな、多分それが一般的なんじゃないかなと思います。朝方にはベロベロになってもう遊んでた時の記憶は忘れるぐらい酒飲んで吐いてみたいな感じなこととかも皆さんやってるんじゃないでしょうか。はい、ということでまあクラブって言ったら基本は終電から始発っていうのが普通なのかなっていうところなんですが、まあ情勢の変化もここ数年であった中でデイイベントっていうのも増えてきたんじゃないかなというふうに思っていて、デイイベントっていうと昼開始して夜、まあ例えば12時は早いですけど2時とかから始まって夜の8時で終わったりとか、まあ4時から始まって10時で終わるとか、なんかそんな感じでイベント遊びやすいですからね、そういったイベントも増えてきたんじゃないでしょうか。昼から夜までもうみっちり遊んで夜は早く帰って家で寝るみたいな感じで、そういったデイベも増えてきてるということですね。で場所に関しては、まあ、さっき言ったクラブもそうなんですけど、まあ、バーだったり飲食店だったり、いろんなところでですね、いろんなデイイベントが開かれてるわけで、はい。デイベだからって言って、もう朝までじゃないんで、楽でしょみたいな風に思ってる人も多分たくさんいると思います。やっぱりクラブ、普通のクラブ、要は終電から朝までって結構体力的にもしんどいですし、もう次の日ぶっちゃけ寝て終わっちゃって、まああんまりなんか一日無駄にしてるなみたいなところも感じたりすると思うんですけれども、まあデイイベだったらもう昼から始まって夜には帰って早く寝れてもう次の日もバッチリ遊べるっていう感じで、まあ楽でしょデイイベだったら最高でしょみたいな感じで思ってる人多分いるんじゃないかと思うんですけど、もうこっからが本題なんですけれども、マジでデイイベ気をつけた方がいいと思います。デイイベントこそ僕は危ないイベントだと思ってるんで、これは危ないなと、はい、その危なさについてですね、まあ、今から語っていくんですけれども、デイイベには本当に魔物が住んでるんじゃないかなと僕は思ってます。デイイベントは僕何回もやらかしてます。やばいです。はい。でですね、デイイベントに潜む罠一戦ということで、今回はやっていきたいと思うんですけども、もうこれですね、もう多分もう大体の方は想像つくと思うんですけれども、デイイベに潜む罠一戦、それはですね、やっぱり終電を逃すということですね。夜に帰れるなと思ったら甘いっす。マジで。全然甘いっす。デイイベントこそ、やばい。終電逃して結局は、みたいな感じになるんですよね。で、夜になったら帰れると油断して、もう昼からがっつり飲みまくっちゃうということですね。次の日も遊べるし、今日だったらもう無理してもいいでしょ、みたいな。無理しても夜には帰れるし、みたいなところでしょうか。ですが、気づいたらベロベロになってます。デイイベこそ本当に飲みすぎちゃうと。もう、昼間だからなんか明るいし、なんか天気もいいし、やっちゃうか、みたいな感じでですね。どんどん酒飲んで気づいたテキーラとか飲んでビールとか飲んでわけわかんなくたってですね、はい、意識を失うと。でまあそんな中でも、楽しみながらベロベロになりつつも、
まあ無事イベントが終わると、まあイベントは夜になって終わりますからね、デイイベントなんで。で、まあギリギリ電車乗るって感じですね。終電とかでですね。はい、電車乗るじゃないですか。はい。ここでやらかすんですよね。もう問題はこっからです。仮に終電間に合ったとしても、こっからマジでやばいことになります。まあ終電逃すってことも全然あるんで、さっき言ったんですけども、終電逃すこともあるし、終電逃す以上に、やばいというかですね、まあいろいろあるんですけれども、まあ、何が言いたいかっていうと、酔いと疲れてですね、ついカード席で寝ちゃうってことですね。はい、電車に乗ってなんとかイベント終わって、疲れてやばいってなった後に座っちゃうんですよね、カード席で。寝たら気持ちいいだろうなと思って、つい数駅の間なんですけど、立ってらんなくなって寝てしまうと。でですね、気づいたら未知のエリアにいると。はい、これが最悪です。もうこれですね、本当にやべえのは。なんでですね、これやっちゃうと本当に、なんて言うんでしょうか、いろいろやばいとこに行っちゃうんですよね。本当に未知のエリアというか、はい、本当これやったらもう終わりです。なんでですね、出入れの後は絶対に椅子に座るなってことだけは言っておきたいですね。本当に後で数倍の地獄待ってると思うんで、本当に、よし、電車乗れたと思ってですね、安心して安堵して椅子に座って家まで行こうって思ったら、もうその時点で終わってますと。だったら最初にまだ終電逃しきってた方が、まだいいかもしれないですね。例えば渋谷とかで終電逃して、まあ渋谷だったらいろいろあるんで、まあなんか遊べると思うんですけど、よし、終電間に合ったと思って、電車乗って、椅子に座って未知のエリアにいて、未知のエリアで終電を逃すと、もう折り返しがないというですね、はい、もうやばいんですよ。なんで改札出て急にしらふに戻っちゃうと、電車降りました。やっと家だと思って降りたら全然別の駅にいて、じゃあ折り返すかってなった時に折り返し電車がない。要するにまたここでも終電逃してるんですよね。はい、絶望です。最悪です。もうこれがデイイベントの罠です。もう僕はこれ何回も荒らかしてて、もうデイイベこそやばいと。ぶっちゃけ朝までイベントだったら、始発何回往復したって、ぶっちゃけ電車いっぱいあるんで、もう何往復でもして寝てりゃいい話なんですけど、もう折り返し電車ない、終電ない、もう最悪です。なんでもう絶対デイベの後椅子座っちゃダメですね。結局朝まで行くじゃんみたいな感じになってしまうんですよね。なんかせっかくデイベ来て夜帰れると思ったのに、なんか気づいたら朝まで遊んでて、なんだったら昼から朝までっていう普通のイベントより苦労してんじゃんみたいな感じでですね、スタミナ使ってんですよね。もう最悪ですよ、本当に、ということですね。まあ、万が一その未知のエリアに降り立った時に、満喫やカラオケがある駅だったら全然僕は勝ちだと思っていて、最悪寝床があるだけいいじゃんという感じですね。これだったら、まあ、やらかした中でも、まあ、最悪逃げ道があるんで、いいんですよ、と。やらかした分お金でカバーすればいいだけなんで。ただ問題は、その、椅子に座って寝ちゃって、終電で寝ちゃってもう折り返しもない状況になって、降り立った駅が何もない場所だったら超やばいっていう感じですね。もうこれは僕最近も経験したんですけど、この時の絶望感は半端じゃないです。特に半蔵門線、東京メトロ半蔵門線ユーザーの方は本当に注意してほしいという駅があってですね、もうこの駅には気をつけろというふうに言いたいです。もう僕も最近この罠にはまりました。東京メトロ半蔵門線南栗橋駅ですね。もうここは最悪です。ここで終電逃して折り返し電車なくなった時にはもう、はい、ある程度の覚悟決めていかないとやられます。こんな駅ですね。もうほぼ栃木です。久喜っていう埼玉の方なんですけど、埼玉の北側になるんでしょうかね。もうちょっと行ったら古賀とか、はい、栃木の小山とかになってくるんですけれども、はい、何にもないです、ここの駅は。僕も最近デイベでやらかして起きたらここにいたんですよね。はい、やべえと思って、どこここみたいな感じで、とりあえずもう1時だったんで、その時に。もう折り返しの終電もないし、はい、とりあえず改札出ざるを得なかったんで、改札出たと。なんもないと。はい。僕みたいな人間が数人いました。他に、駅の周りに。絶望です。ちなみに、ここの駅は、タクシーなかったです。最悪でした。まあ、無理やりタクシー呼んで、膨大なその、金払って、家まで行くっていう手もあったし、うん、それもできたんですけども、多分数万円かかりそうだったんでやめました。なんで、タクシー代を取るかストリートと会話するかっていう時に僕はストリートと会話する方を選択したんですけれども、南栗橋マジでなんもないんですよね。で、なんかネットで調べたら30分、40分ぐらい歩いたところにですね、なんか謎のスポット、なんか休憩所みたいな、コインランドリーみたいなのがあって、まあなんとか、そこまで歩いてですね、たどり着いたと。なんかここだったら寝れんじゃねえかなと思って、ストリート散策をして、ここにたどり着いたんですけれども、椅子があって、で、誰もいなかったんで、いや、寝るしかねえと思ってですね、爆睡したんですよね。なんかこれ写真に写ってるこの赤い丸い椅子があると思うんですけど、これ全部並べて僕ベッド代わりにして勝手にここに寝ちゃいましたね、この前。これ、
ここのオーナー見てたら申し訳ないですけれども、はい、爆睡してたんですけど、しゃここで朝まで寝れるわと思って油断してたらですね、ここエアコンきつすぎてなんか18度ぐらいなんですよ。寒すぎて体壊しそうになったんで戦線離脱しました。はい、で近くにスキヤがあったんで最悪スキヤで始発まで行こうと思ったんですけど、そのスキヤもエアコン18度ぐらいで、はい、もう本当にやばくなってですね、3時半ぐらいに、はい、この南栗橋駅の ストリートでですね、路頭に迷うっていう感じでしたね。もう最悪でした。なんで始発までストリートって結構きついなと。なんでデイイベでですね、絶対に本当にもう油断して、万が一終電でギリギリで帰れると思ってですね、女子電車乗って椅子座って寝るとかいうことをやっちゃうと、僕みたいにストリートで朝まで過ごすことになって、結局昼から朝までコース、スタミナ全部もうフル消化しちゃうようなことになってしまうんでですね、皆さんもデイイベントにはご注意いただければなというふうに思います。はい、以上デイイベの罠でした。はい、最後に恒例の一言なんですけれども、湾岸の千葉くんってどうなったんですかね。ビデオオプションに投稿されていたストリートオタクの湾岸の千葉くんの衝撃映像たちをまた見たいんですけれども、はい、300キロ湾岸線最高速アタック映像とかまた見たいなって感じですね。今こんなことやったら絶対捕まりますけれども、そんなストリートを攻めていた湾岸の千葉くん の勇姿をですね、また見たいなというふうに思ってます。以上です。ありがとうございました。